長岡京市立長岡第二中学校は、京都府長岡京市今里五丁目にある市立中学校。二番目に開校した市立中学校で、市北部を校区とする。略称は、二中、長二中。1960年代終わり頃には、長岡中学校の生徒数が1000人を超え、第二中学校の必要性が論じられるようになった。長岡中学校は、 町立と名乗りながらも、長岡町の井の内、滝の町両地区が町域を超えて、お得に学校事務組合率をお徳に中学校に通っていた、関係上、お得に学校事務組合による運営となっていた。そのため、第二中学校の検討にも、事務組合との調整が必要であった。しかし、事務組合との調整は進展しないまま、長岡中学校の生徒数は1500人を、 超えていった。この状況から長岡町は、これ以上競技は伸ばせないとして、町単独の運営により、第二中学校を町の北部に建設することを決定した。1971年に、今里地区で用地の取得を完了し、1973年4月に、長岡中学校の分離校として、長岡教師立長岡第二中学校が開校した。 滝の町領地区も新入生から長岡第二、中学校へ通学することになったため、2年後にはお得に中学校への通学委託問題も解決された。主体的に生き抜く創造性あふれる心豊かな人間の育成。ありがとうございます。